はい、しきょうです。今日はですね、まあ、1ヶ月のうちに5日間だけですね、食べない日を作ることだけでもね、結構重要な体の変化が起こるよって話をしたいんですけれども、健康的な食事というとですね、もちろんどんなものを食べるかっていうのはすごく重要なんですけれども、それと同時にね、まあ、どのように食べるかっていう要素も非常にこう人の健康に影響を与えるっていうことが分かってきたんですね。どのように食べるかっていうかね、えー、反対にですね、どのように食べないかというかですね、食べない時間をですね、どうしていくかっていうことも結構重要な要素であるっていうことも、またね、こう認識されています。 できています。これまでの研究でですね、まあ、地中海食って言われるような食事だったりだとか、それからダッシュダイエットって言われるようなですね、まあ、心臓血管疾患に非常にですね、何らかのこう、いい影響を与えるっていう食事法っていうのがですね、欧米の方です、報告されてですね、これらの食事っていうのは基本的には野菜とか果物をですね、中心とするような食事法になるわけなんですけれども、今回ですね、南カリフォルニア大学の研究者がですね、新しい研究で、この地中海食ですね、地中海沿岸でまあ行われている、まあ、健康食ですけれども、この地中海食 と比較してですねファスティングミミッティングダイエットこれはですね断食模倣食みたいな感じでこう訳されるわけですがその FMD と言われるようなこの断食模倣食がですね新たにですね心臓血管疾患のまあ、健康に非常に良い,い影響を与えるってことが、まあ、報告されていますこのファスティングミミッティングダイエット FMD というのはですね1ヶ月のうち5日間だけですね低カロリーの、えー、ビーガン食野菜果物を中心の食事ですね動物性タンパク質を摂らないという食事法ですけれども5日間ですね低カロリーでそれから高脂肪 そしてですね、低タンパクの植物性食品中心の食事を5日間行うと。それ以外のですね、日数、例えば1ヶ月をね、30日とすると、残りの25日はですね、普段通り過ごすみたいなイメージなんですけども、ここ数年ですね、まあ、大腸癌など、ある種の癌において、その腫瘍の成長をですね、遅らせたりだとか、化学療法をですね、まあ、有効に働かせるために、この FMD の食事っていうのがですね、役に立つんじゃないかってことが研究されたりだとか、それから乳癌の治療をですね、改善するためにはこの FMD とか、役に立つんじゃないか、であったりだとか、 自己免疫疾患とかですね炎症性腸疾患とかアルツハイマー病にもですね役に立つんじゃないかという研究が続々とですねまぁ、あ、今行われているところなんですねそして、えー、肥満とか高血圧をねまぁ、あ、持っているそういったまあ痩せる必要のある人たちの心臓血管疾患のリスクをですねまあ、評価するためにですねこの fmd の有効性をまあ地中海食とまあ今回ですね検討を行ったってことなんですけれども実際ですねどうしてこう地中海食とでね、fmd をですねまあ、比較したかというと fmd っていうのは月のうちですねわずか5日間だけですね、まあ、制限 ししした食食食事事ををて、ててあとと。はでですすね、ねそれほど制限しないい地中海っっうやくださいいいいっていう時は、でですすねねままるる制限食しなきゃいけなけんです、ね、だからほとんどの人がですね自分自身の,その食生活を変えることができなくてですねいざ食生活を変えようと思っても挫折してしまうとなのでこのですね FMD という食事が有効であればですね月に5日間だけですね頑張ればいいっていう、まあ、指標になるもんですからそれらの検討が行われたんですねで実際その地中海食って言われるような健康的な食事であったとしてもですね地中海沿岸の地域の人でさえも最近はですねあまり守れてない というかですね。非健康的な食事をしてる人が圧倒的に多いんですね。なので、今回ですね、以前の研究で FMD そのものがですね、マウスであったりだとか、それから他の動物のですね、例えばコレステロールとか血糖値とかですね、心臓血管疾患とか寿命を伸ばすとか、そういったことの研究結果が元々動物事件であると。他のですね、アメリカ食って言われるようなですね、まあ、高脂肪で高糖質の食事に比べてですね、圧倒的にこの FMD の食事法をそるだけでですね、心臓血管疾患のリスクが下がるってことが動物事件で報告されているので、 今回人で試したということなんですね。実際35歳から75歳までの男女でですね、b m i が28以上、まあ、ある程度ちょうどね、肥満気味の84人の参加者に対して、4ヶ月間ですね、半数はその地中海食、それから半数はですね、FMD を行ったということになります。FMD も、それから地中海食をやった方もですね、血圧とかコレステロールとか血糖値の改善とか体重の減少はですね、その4ヶ月間の間に起こっていました。ただですね、分析の結果、その FMD をやった方がですね、脈波というまあ 検査を行っているんですけれども、その、えー、脈波という血管の検査から出たですね、血管の若返り度というのは実は FMD の方がですね、地中海食よりも良かったんですね。だから生物学的なその年齢であったりだとか心臓の年齢であったりだとかですね、それから脳卒中がまあ、5年以内に起こるそのリスク評価をしたところですね、実は FMD の方がデータが良かったんですね。それから、えー、体幹部の脂肪、まあ、いわゆる内臓脂肪ですね、内臓脂肪も著名に FMD の方が減少していましたということで、結果的にですね。 fmd の方が、地中海食よりも、女脂肪体重って言われるような、筋肉の量が、まあ、減らずにですね、脂肪だけを減らせるっていう効果があったということだったんですね。だから、えー、心臓血管疾患のね、まあ、リスク因子としてこう内臓脂肪ってあるもんですから、その内臓脂肪がよりですね、fmd をした方の方が、4ヶ月間のデータとしてはより良かったということだったので、筋肉をね、減少させることなく、えー、脂肪の量を減らすことができるっていうのが、今回の fmd の食事の、えー、利点だったということですね。月のうちですね、25日間はですね、まあ、そんなにこう、 制限をせずにまあ、多少はですね、おそらく、まあ、研究に参加しているんで、制限がないと言ってもですね、ちょっと気をつけながら食事をしてたと思うんですけど、実際はですね、その5日間だけですね、しっかりと取り組むっていうことだけするだけですね、4ヶ月後ですね、しっかりと、えー、内臓脂肪が減っていて、心臓血管疾患リスクが下がったという結果だったんですね。他にですね、例えば、えー、食生活ですね、果物とか野菜とか豆類とかナッツとかですね、動物性のタンパクをなるべく控えて、植物性のですね、食品中心にするっていう、まあ、地中海食の食事もね、当然良くなるんですけれども、fmd がですね圧倒的に簡単だと。で、その FMD を行うですね、5日間の食事っていうのは、基本的にはですね、まあ準備するのめんどくさいので、乾燥したですね、野菜スープとかですね、ナッツバーとかですね、そのお茶のティーバッグをですね、こう提供されるんですね。だいたいですね、カロリーとしては、1日目は通常のカロリーの50から60%ぐらい、それから2日目から5日目ですね、もうちょっとカロリー制限して、35から40%ぐらいのカロリーを摂取するっていう、まあ結構きついね、カロリー制限食を5日間だりするんですけれども、男性がですね、平均2200 で女性が1900ぐらいとと仮定するとまあ、キロカロリーまあ、これはあまり辛くないと思うんですが、2日目ですね、700から800キロカロリーとかなりこう制限しなければいけないということですね。ただ、全く食べないに比べればですね、ちょっと食べれるんで、それなりにこう頑張れるんじゃないかなと思います。カロリーはね、実際には大部分はですね、まあ、オリーブオイルとかナッツとかですね、健康的な脂肪から摂取するので、まあ、ほとんど糖質みたいなのは取らないです。それから、タンパク質もですね、全体の2から5、 パーセントぐらいしか取らないんで極端には低タンパク質の食事であるんですねですけれどもこういった低タンパク質で,ですね高脂肪の食事をまあ5日間だけ我慢するだけですね結果的にですね心臓血管疾患のリスクが非常に下がるということであればですね月に5日間ぐらいだったら皆さんも頑張れるんじゃないかなと思います普段からですねまあ1日その8時間の食事時間と16時間の食べない時間を作るというような間欠式断食を毎日やるってことも簡単な方法だと思いますしこのですね月に5日間だけねまあ頑張るっていうの fmd のダイヤ ともですね、どちらかね、こう、やりやすい方をですね、まず試してみて、まあ、しっかりとですね、まあ、自分自身の生活習慣をリセットするっていうですね、そういったその食習慣の継続っていうのをですね、ぜひやってほしいなと思います。まあ、4ヶ月と言わずですね、まあ、6ヶ月、1年とですね、やっていくにつれて、どんどんどん体が絞られてくると思いますし、リスクはね、どんどんどん下がってくるということであればですね、他の健康習慣もですね、どんどん身につけていくチャンスが出てくると思いますので、ぜひですね、まずは、えー、新年ですね、なんかやろうかなと思っているのであれば、まあ、5日間ですね、断食とは言わないですけど、 も極端な低カロリーの食事っていうのをすね試してもらうことをまあ一度チャレンジしてもらうといいと思います。今日の話題くんに出会ったよという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。